生まれ落ちた時には持っていなかったもの。欲望、役割、愛情、それらを願いと名付けて、それを手に入れるためにもう一人の自分と出会うための戦い。だから嫌だって言ったじゃないの。いや、まあ、だってしょうがないだろう。しょうがないって何なの。しょうがないって。ルミちゃん、何してるの。かわいそうだよ。ねえ、どこ行くの。ルミちゃん、あまり噛んじゃダメだよ、爪。あなたの名前。え、どれ。あの一文字だけ青くなってるやつ。幸せって書いて幸って読むの。あれ、幸の漢字すごい。知ってる。幸って漢字は一つ棒を抜くと辛いになるんだよ。え、一人になると辛くなるよ。辛くなっちゃえ。ルミちゃん、死んじゃうよ。待って待って、辛くなっちゃうのよ。いやー、ママ、ルーアイス食べたい。ママ、アイス。もう限界なの。どうしてあの時父さんの言うこと聞かなかったんだろう。父さんあんなに反対してくれてたのに、あの時の私引っ叩いてやりた。いいことだってあったじゃないか。歩むとルー子が生まれたんだから。わかってる。だけど二人がいるから新しくやり直すことも。そんなこと言うもんじゃない。あの子たちには。ルーちゃん、これでお菓子でも買っといで。兄ちゃんとルー子一枚ずつ。兄ちゃん500円、一人。兄ちゃん、ルーアイスがいい。兄ちゃん、棒のアイスが50円でカップだと100円だから。お前とろいんだよ。今日の兄ちゃんおっかない顔。おっ、立花じゃん。お前んちこっちじゃねえじゃん。あ、ちょっとな。なあ、これから年寄んち行くんだけど、お前も行く？いいよ。一人で帰るよ。この道まっすぐ。あのポストンとか曲がればいいだけだ。でも。おい、早く行こうぜ。立花。立花。立花。知ってるか？俺たち名前が変わるんだぜ。お名前変わる？おい、早くしろよ。悪い。乗れよ。二人乗りバレるとやばいだろ。どうして？お名前って生まれた時に決まってるんじゃないの？ここの美味しいんだよ。でもこういうの大人の人のお店。180円って言ったらね、棒のアイスとカップのアイスとやっちゃんイカの買える。でもアイス2つとやっちゃんイカ足したぐらいに美味しいんだよ。
本当だ、タストくらい美味しいね。お名前なんて言うの？あのね、さっ、あ、言いたくない。どうして？あなたは？ん？言いたくない。同じだ。お、じゃああなたタマね。たまたまここで会ったから、たまたまのタマ。タマ、猫みたい。真ん中に行っちゃった。タマ、私タマ、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 タマ。あの輝きの一つ一つが少女たちの純粋な願いへの欲求、そして願いを叶えるためにここへやってくる。嬉しくて不安で期待で涙を流しながら、おいでおいで、早く帰っておいで。あなた、またここに来たのね。あの子はどうなっていますか？そうね、教えてあげるわね。あなたはかわいそうなルリグだから。少女たちはセレクターとなる。いくら知ってる？知ってる、知ってる。ルリグと名付けられた少女のカードとともにセレクターバトルを勝ち抜いたら。願いって何？シグニを召喚し、ルリグの名前を呼んで、それから攻撃するんだ。名前？そしたらもう一度戦おうよ。
私ゆずきさんに負けるよ。私無限少女なんて興味ないし。いや、いい。和樹に嫌われたら願いが叶ったって叶ってないのも一緒だから。イクロスのことはまだよくわからないし、ちょっと怖い気もする。私とバトルを。え、私ずっと一人でお友達が欲しかったんです。だからセレクターバトルで勝って。だったらバトルすることないよ。お友達になろう。じゃあさ、友達記念でウィクロスしようか。それいい。セレクター同士で戦ったら誰かの願いが。大丈夫だよ。デッキに花代さんたちが入ってなければ普通にカードバトルできるから。うん、仲がいい感じがして素敵。私も人へって呼ぶし。ギリギリのバトルの中、時には休息もある。まるでか弱い小鳥がそっと身を寄せ合うように。けれど少女たちはまた飛び立たねばならない。アドレス教えるまで返してあげない。あのセレクターがこんなにわんさか。アキララッキー、アキラッキー、ビルルクタン、グローパーツ、ビーフィングアナライズ。見られちゃう。願い覗いちゃう。ビルルクタンは見た。インモラル。弟が好き。嘘嘘、すごい。アキラ知ってるよ。そういうのなんていうか教えてあげる。謹慎そう。レッドイクラク。ダメだ、そんなにカロリーのかかるアーチを今使ったら。もしかしてアキラと。待って、どうして戦ったりしたんだよ。話して。願いの強さは刃の鋭さ。せっかくだし、キッドエがどうして無限少女になりたいのか、その願いも当てちゃおっかな。寂しい子、友達がいない。うわあ、好きな登場だ。サインくださーい。セレクターとして関わった出来事は全て忘れてしまうんだ。怖い、あの子たち何なの。願いの刃はセレクターバトルに負けることで自分の胸に突き刺さる。ここなら誰にも邪魔されないよ。じゃ、始めよっか。バトル。バトルするなら私も混ぜて。てめえ、人の獲物を横取りしようとするんじゃねえよ。アキラ、もう何をしてるの。次あなたの番よ。え、ちょっと待ってください。さっさと行く。ありがとうございます。私と、したい。あなた、願いがない。願いもない人が、セレクターとしてウィクロスをやるなんて。冒涜、許されない。冒涜ね、言うわね。さすが裏添え。いいよな。お疲れ様。あの子に感じたんでしょ。
あの子の目、自分は何も知らないって清廉な暴君の目、綺麗なものしか見たことがないって、あの目玉えぐり出したゲロまみれのお水にぶち込んでやりたい。3度負けたペナルティ、それは願いがマイナスの方向へ落ちる願いの逆流。いたいた、ピルルクがこの辺でバトルやってるって。負けたらこうなっちゃうってアキラさん知ってたの？おいで、レッツツーレジャー。アキラさん一重だってさ、身の程知ったと思うよ。無理だもん、マジマジ気持ち悪いもん。なんかあいつ友達が二度とできないくらい全然大したことないって。大したことさ、そうそう、だからさ、停止して。やーだポンポン、あ、停止して、停止してくれなきゃルー、あなたを許さない。へー、私の友達に謝ってもらう。セレクターバトルを少女たちは憎むかもしれないけれど、ルリグはバトルを願う。ねえねえ、何、たま戦ってもいいの？いいよ、ドロー、エラを置いてピルルクさんグラウン、ついでにスカイキャットちゃん召喚、たまグロー、クリとボーニャを召喚。雑魚のくせに調子こくんじゃねえよ。確かに苦しいけど、だけど何なの？こいつ、いくら初心者じゃないの？初心者だよ。本格的なバトルは多分これが初めてだ。才能があるんだよ。なんだよその言い草、私にはそれがないってか。あ、くんだよてめえ、ピルルク、私に黙って従ってりゃいいんだよ。こうなりゃガスって決めてやる。アースピーピングアナライズ。ルールー、さっきから成功法で戦ってばかりだよね。ってことは手持ちのカードで一番多いのはレベル4。外れだね。くそ、ステカードなんて二の次だ。こいつの願いを見てやるんだよ、ピルルク。願い、ルールも、やっぱ願い見られたらショボーってなっちゃうかな。ほーら、ピルルクたん、ズバッと痛いところえぐったげな。見えない。は？ねえねえ、何ポンコツぶりっこしちゃってるわけ。願いがない。そうだよ、ルーには願いなんてない。は、はぁ、マジ願いもないのにセレクターやってるわけ。嘘でしょ、やだ。何それ、意味わかんね。セレクターはみんなガチで真剣にやってるんですけど。うわ、最悪、お遊び気分でバトルしてたわけ。願いもない人がセレクターとしてウィクロスをやるなんて冒涜。なんて言われたっていい。は？何もないんだから。何も怖くないんだ。アークオーラ。ダマ。ねえ、いいよな。アキラやっちゃいましょうよ。あの子の泣き声、きっと無様で惨めでたまらないわよ。いいよな。バトルに負けた匂いがする。バトルが弱そうな子をわざわざ探して選んで追い詰めて強引に戦ってきたのにね。それで負けるなんて。なんだと？あなたの願いはイオナの破滅。
てめえだけはこの手でぶっ潰してやんよ。この子終わったね。願いの逆流は願いを無残なまでに破壊する。ヨナ潰そうと思ったらさ、自分の顔が潰れちゃった。ヨナモデルじゃなくそうとしたらさ、自分がモデルなんてやってられなくなっちゃった。ルコ、超絶可愛いアキラキーがさ、こんな最終ベースになっちまったんだよ。やめてアキラ。それでも強い願いに少女たちは見入られる。私は降りないよ、ユズキ。もう友達やめよう。次にすれ違う時は新しい私、カズキの彼女になった私。そして選び取る、セレクターとして無限少女となるための選択肢をオープン。行くよ花代さん。カノン召喚、効果で発動バニッシュ。もしかして、ユズキ、もう一度、いや最後に確認するよ。花代さん、あんたがこの戦いに勝てば、あんたの抱いてきた願いが叶う。本当にいいんだね。最後の攻撃は、そして最後の先生は一緒に。さあ一緒に。私は受け入れる。私は受け入れる。選択者の断りを。選択者の断りを。そして今ここに新たなる無限少女が誕生する。アダマスピア。無限少女誕生の瞬間だ。花よさ、ご飯は？そうだ、人へいいものがあるのよ。はい、これ。人へ好きだったでしょ。イクロス、新しいデッキが出たって宣伝してたから買ってきちゃった。ルリグはセレクターバトルに勝利することでカードの外に出ることができる。セレクターの体を使って。はじめまして、セレクター。カードの外に出たルリグは無限少女となり、セレクターの夢を叶える。何かつけてる？え？なんかいい匂いがする。誰かをいい匂いって思うのはね、遺伝子が惹かれ合ってるんだって。え？運命の相手はいい匂いがするって。こうしてやっと一つ。なんか変だ。何が？ゆずきも、みんなも。みんなと何かあったの？何でも話してほしい、私に。私はカズキの味方だから。永遠にカズキの。
セレクターバトル。繰り返し繰り返す悲劇。勝っても負けても出口のないゲーム。ルーはバトルなんて好きじゃ。ルーとタマ永遠バトルする。オープンしてる。タマのお名前呼んで。ルー。ルーはタマが怖い。ルー子が怖いの。怖いの。ルー子が何を考えてるのかわからなくて怖いの。同じ。私とタマが。あなたは私と同じ。私たちとしたくてしたくてたまらないでしょ。ね。バトル。やめて。やめて。やめて。私、元に戻れなくてもいいんだ。自分以外の誰かを犠牲にしてまで。それも、大切な友達を悲しませるくらいなら、私、ルリグのままでいい。ユズキ。思い出そうとすると、痛くて苦しくて、逃げ出したくなったけど、それでもやっぱり思い出したかったの。私の大切なもの。ひとえ。ルー、バトルするよ。ルー！だけど、もう楽しいからじゃない。ルーには、絶対叶えたい願いがあるから。ルー？ルリグに嘘をつかないで。ルーの願いが叶ってね。ルーもカーダにならなくて、今のまんまでね。そしたら、ずっと一緒にいよ。タマ、ずっとうちにいるといいよ。一緒に朝ごはん食べて。一緒に学校に行って。ゆずきとも、ひとえとも、お友達になって。今はお休み中だけど、夏になると、角の甘味屋さん、美味しいソフトクリーム売ってくれるから、一緒に買って帰ろう。みんな、わかってるんだ。ここにはセレクターしかいないってこと。ルリグは、少女たちの言葉によって動く。少女たちの言葉によって戦い、痛みを受けて、たとえそれが無限少女になるための利己的なものだとしても、その痛みは真実なのに。さーて、そろそろじゃない？これが私にとって裏添えイオナとしての最後の戦い。そうね。あなたと一緒に戦えて楽しかったわ、イオナ。あなたみたいなクソったれとね。最後までお供するわ。ねえ、そのルリグは特別なルリグなのをあなたは知っている。タマ、帰り肉まんだけじゃなくお買い物もしよう。お買い物？タマにもお揃いのシュシュプレゼントするね。へえ。
そしてセレクターにも特別なセレクターがいるのをあなたはまだ知らない。待ってたよ、ルー。オープン。バトルでソードアビリティ、ブラックデザイア、タマ、タマ、タマ、ずっとよく、タマ知ってる声。ルーは、タマよりもお友達の方が大切なんだね。簡単だよ。ルーは、バトルに勝てばね。白と黒がぶつかり合って、バトルフィールドが。で、次はタマ何すればいい？綺麗だね。さっきは分かんなかったけどね。あのあたりがばあちゃんとルーのうちだね。ルー、ありがとう。え？タマが最後に景色見せてくれたんだよね。最後？ばあちゃん、さよなら。どうすればいいのかな。最後の攻撃の前に申請する。わかった。なんて言えばいい。タマ、やっぱり思ってない。もう帰れるかもって思ってない。ルーはルリグになるつもりでいるんだ。みんなを助けるために。タマね、なんて言えばいい。私は受け入れる。私は受け入れる。選択者の断りを。選択者の断りを。タマ、ありがとう。ブラッディスラッシュ。タマ、うん、ホワイトホープ。トマ、
なんて、ルーコとバイバイなんて、やっぱり嫌だ。トモ、叶えられる状態だったのよ。すでにセレクターバトルで十分に勝利していた。だけどね、願いを叶えるための条件が一つ足りなかったの。条件？そう。だから願いがペンディングされていた。でも揃ったわね、条件が。そうね。これで願いが叶う。ちょっと待って。お願い、早く早くルーの願いを叶えて。どうぞ。私は受け入れる。選択者の断りを。やだ、ダメ、ダメだよ。みんなを元に戻さなくちゃ。今ここに新たな無限少女が誕生する。ダメ。終わったわね。これから多くの少女がここへやってくるわ。あなたはどうする？また行くの？私はもう帰れないから。また私は一人。でも、お帰りなさい、シロ。はい、すみません、通行止めです。迂回お願いします。ご迷惑をおかけします。サチって漢字は一つ棒を抜くと辛いになるんだよ。一人になると辛くなるよ。タマを失った気分はどうかしら、小湊ルー子さん。タマ！タマ、どうして？タマ。最高だね、ルー。あなたにはあなたを心配してくれるお友達がいて、そして新しいルリグカードがある。どういうこと？聞いてたんでしょ、ウリスの話。ヨナさんはすでに十分バトルに勝ってて、でも条件が一つ足りなくて願いがペンディングされていた。その条件が揃って願いが叶ったっての？イオナさんの願いって？ルリグになること。
私より強い、誰よりも強くて美しいセレクターのルリグ。そう、あなたは一人になることはない。一人にさせてはもらえない。そしてそれは、何やってんだよ。大丈夫か、自殺かよ。君どうして、危ないじゃないか。どうして助けるの。何が欲しいの。いいのよ、素直に言って。一人にさせてくれないなら、一人にしないで。いつも全部助けてよ、私のことを。気持ち悪い。誰からも見捨てられた本当の一人なら、そこまで辛くないの。ねえ、白いカードを失った白い心の小湊ルー子さん、あなたの周りには必ず誰かがいてくれる。だけど今のあなたは、誰かが寄り添ってくれればくれるほど、心配してくれればくれるほど孤独になっていく。それは本当の意味での一人ぼっち。これがない限り、あなたは永遠に救われることはない。救われない小湊ルー子は、オープン！いやおうなくまたセレクターバトルの世界へ。そういう変態女はアキラッキーが更生してやるよ。ちょいちょいちょい、スペル、スラッシュミラクル、きっとスペル、ミルル、お嬢さんたち、立ち入り禁止だって書いてあったっしょ。さっさと降りた降りた。すみません。ああ、また途中で邪魔が入ったか。残念。あ、アキラさん。いいような。超哀れじゃない？わざわざルリグになったのに、こんなヘタレのセレクターに使えることになるなんて。一度の戦いなんかじゃ済まされないよ。何度でも何度でも、どこまでも落としてあげるから。てめえら二人ともよ、バイバイルーン。小湊ルー子に勝った。邪魔が入ってとどめはさせなかったけど、でもボッコボコにしてやったよ。あんな奴らいつでも簡単に潰せるし。何やる、なぜ隠すの。そんなものじゃないはずでしょ。見せてごらんなさいよ、あなたの一番醜いところ、ぐちゃぐちゃに腐りきって汚いところを。どうしたの。いる、ルリグの気配がする。近くにセレクターがいる。ルカ、ねえ、どれだけバトルを否定したって無理よ。
まだ同じ願いを持っているなら、それを叶えてくれるルリグはバトルフィールドにいるのだから。ウィッシュクライシス。やめてかな。あんな奴の言葉聞く必要ないわ。あいつはあなたを捨てたんだから。違うよね。ゲットバウンド。タマはあなたじゃなくても平気みたいね。はぁ、私は違う。私にはル、あなたしかいない。ルー、ごめんなさい。違う、タマ、タマしかないんだね。ごめんね、ごめんね、タマ。ヨナさんたちとバトルした時、本当はもう帰れないって思ってた。ルーはルリグになっちゃうんだろうなって。タマやユズキ、ヒトエや、ルリグになった子みんなが助かるならそれでいいやって。けどそんなの間違ってた。ルーコ、寂しかった。タマがいなくなっちゃって寂しかった。タマも寂しかった。ルーがいけないんだ。ルーが自分の気持ちちゃんと話せなかったから、タマを不安にさせちゃったから。ごめんね、もっとタマに話すべきだった。ちゃんと分かってもらえるように話せばよかったの。だってタマはルーの大切な友達なんだから。アークオーラ。ねえルーコ、分かったでしょ。タマは私のもの。待って。私とバトルしなさい。ダメ。ねえ、バトルしちゃダメ。絶対ダメ。じゃあね、クソったれさん。無限少女となった私は、クソったれの願いを叶えてやらなきゃならない。ウリス、ウリス、ウリス。だけど、クソったれの願いと私の願いは、相反することはない。ヘドが出そうに腐りきった駒でも使う。それとも、私には見せられないんだ。ウリス！隠してない！隠してなんかないよ！だからな、ミス、愛して、もっともっとアキラを、アキラぶりにして、お願い。セレクターですか。あの、バトルしていただけませんか。よかったら私と。あなたの願いは？言わなきゃですか。急いでるの。好きな人がいます。好きな人がいて、もうすぐクラス替えがあるから、その人と同じクラスになれたらいいなと思っており。付き合いたいとかじゃないの。そういうのは。それに願いが叶って好きになってもらえてもきっと嬉しくないと思うんです。そんなカスみたいな願いで。いいわよ。オープン！ふん、あなた黒のルリグを使うの。はい。黒、純粋の黒。タマ！
アークディストラクト。離れ、離れ、ごめんね。私サーバント持ってたのに。使ってれば今のは1ダメージで済んだのに。大丈夫ヒロコ、自分のペースを乱さないで。今度はこっちのターンだよ。ヘイトインプレス。あの子、いい子？え、うん、いい子だよ。気持ち辛くない？そうだね。でもきっと彼女は負けるから。願いが叶わなくてもセレクターバトルから解放されるから。この悲しいバトルから。サッちゃんが帰ってこない。ルミちゃんと一緒だったんじゃないのか？いや、ルミちゃん一人で帰ってきたぞ。どうして置いてきたの？この疫病神が。あんたさえいなければ。サッチ、お母さん、ごめんな。あんたはどこに行ってたの？心配させて。周囲の汚れにも全く染まることのない清い瞳。あ、ルミちゃん。お前はまたそんな目を。ルミちゃん。おい、何やってんだ。早く手を離して。おっさん、やばいって。あんたが来てからろくなことがないわ。子供のくせに人を見下したような目をして。私は施設に入れられることになった。やだ、なんで。ルミちゃん悪くないよ。どうしてお別れなの？恥ずかしくしなさい。ルミちゃん、ルミちゃん待って。ルミちゃん、ルミちゃん、ルミちゃん、どっち、また朝一緒に。ルミちゃん、ルミちゃん、あなた随分懐かれてたのね。しつこいんだよ。名前を呼ぶなよ、私の名前を。遅い。待ちくたびれちゃった。アキラス。その子、ルリが持ってないっぽいの。は？くそ、くそ、これじゃウリスのお願いが、ウリスに嫌われる。そんなの絶対嫌。捨てられる、捨てられちゃう。やだ、やだ、どうしよう。アキラさん、あんたがいれば問題ないじゃん。今から言うところに来い。ルミ、人へ。分かった、行くから。人へにひどいことしないで。人へ。ヒットエが必死こいてるとこ見せてあげたかったの。ルールを守るんだって。名前切ってさ。人へ。そんなにルーとバトルをしたいならしてあげる。来た、来てくれた。私だけ仲間外れなわけ。見て見て、アキラキ、ルリスに言われた通りにしたよ。タマの湯、仲良しちゃんのイオナと一緒に来たんだよ。ほんとアキラブリーだよね。ブリス、次はどうしたら。これがあなたの用意した面白いショー。がっかりね。どういうつもり？こんな目立つところにこんな傷つけて。みっともない。傷。怖がらなくていいわよ。別に興味ないから。
強いもの、立派なもの、正しいもの、そういうものが壊れていく姿が好き。どんなものも壊れていく姿が一番輝いている。そう思わない？はじめは小さなものだった。いろいろなものを壊していった。この手の中で冷たくなっていく。小さい頃は大人たちの目もごまかせた。でもそうもいかなくなって気づいたのよ。バレなければいい。見えないところを傷つけてやればいいんだって。そうすれば誰にも何も言われない。外からは見えなくて一番柔らかいところ、心をね。人や何もしないわよ。直接相手をいたぶるような下品な真似、私の趣味じゃない。私はね、自分で自分が嫌いになるよう仕向けてやるの。生きていくのが嫌になって自分で人生を終わらせるようにね。そうよ、私は壊したいの。あんたたちみたいな綺麗ぶった奴らの本当を引きずり出してやりたいのよ。私を取り巻くこの世界は私を自由にさせてはくれない。この世界はクソったれ、みんな取り繕って自分に偽りの名前をつけて同じような曖昧な笑い。せっかくあの正しくて綺麗でなのに壊れないしつこいあいつと離れて暮らせるようになったのに。でも取り巻く世界の本当をこのカードは暴いてくれる。腹の探り合いをしてる、その腹を切り裂いて周期にまみれた腹綿を引きずり出してくれるの。血まみれのセレクターバトル、バトルフィールドは私を肯定してくれる。あそこには真実しかない。自分の欲望、願望、全てをむき出しにして戦い、そして壊れて心がぐちゃぐちゃになって私は永遠に見続けたいの、あの絶望をね。だから私はバトルに勝ち続ける。そして何度でもルリグになるのよ。行くよ、タマ。さすがね、ルー。それでこそ格子がいがあるわ、ウリ。イオナさん、レスリング。スカイズ、アタック。バーストよ、オーディン。私の中に広がって、あなたは本気でルーコ、そのためにあなたはタマさえも。イオナさん、トラ、タマ、ゲイボルグ。イオナさん、バロックディフェンス。すぐに次の攻撃が来るよ。タマ、アークオーラ。ヒロナさん、早く。バトルはまだ終わってないのよ。エナチャージ、早く。
ヒヨナ、グロ。気持ちよかった。ウリス。何、アキラ。一緒に楽しみましょう。この町にいるすべての少女たちの願いを。ウリス、あなたは。あら？どうしたの？ううん、気のせいかな。今、浦添さんが。このお友達？本当にね、かわいそうにね、お友達が自殺未遂なんて。もう一年もここで寝たきりでしょ？こんなに若くてかわいいお嬢さんなのに、私が変わってあげたいくらい。じゃあ変われよ、バーバー。え？かわいそうにかわいそうにって、心にもないことを連発して、初めて会った人間にベラベラと。怪我してやる価値もない。看護師さん、看護師さん、ちょっと来てちょうだい。判定せよ、判定せ。どうしました？自殺未遂。何があったのかは知らないけれど。でも、壊れたのね。最も清くて、最も美しいものが、壊れたのね。私をどこまでも縛りつけていたものは消えた。これからはどこまでも願いのままに。白はひどい、黒はひどい。眉が二人を作ってあげたのに。小湊ルー子のこと好きになって、玉なんて雪なんて新しい名前をつけられて喜んで、悪い子には、お仕置きなんだ。あの子はセレクターバトルに勝って、無限少女になる。そしたらシロは、またここに戻ってくる。そしたらシロは、また、閉じ込めちゃうんだ。ゆき。
名前を付けてもらった。ユキ。さあ、私たちは眉から生まれた。だけど、名前を与えてくれたのは、外の世界を教えてくれたのは、ルーなんだ。だから、お礼をしよう。次のターンで、私たちはこのバトルに勝利する。カナ。ユキ。私は受け入れる。レコ。選択者の断りを今ここに。新たなる無限少女が誕生する。マユはようこそ。この姿ではお久しぶりね、ウリス。強いセレクターのルリグになりたい、あなたはそう願ってたわね。でも私は違う。より強く誰かに絶望を与えるセレクターのルリグになりたかった。そう、美しいものが傷つけられ泣きわめき、その泣き声すら二度と上げられないように痛めつける。もう二度と美しいものに心かき乱されないように。それを可能にしてくれるセレクターのルリグに、私の願いはようやく叶う。多くの少女たちに果てのない苦しみを与え続けたマユ、彼女こそ私のセレクターよ。楽しいバトル始めましょうか、ルー。ユキ、グロウ、カオル、インセル、召喚、アタック。ガチが壊れた世界なら誰だって壊せる。よそ見なんてしちゃダメ。こっちよ、クソったれさ。ここはマユの世界、セレクターバトルを作った創造主の世界だからこそ、マユが望む戦い方ができる。ルー、確かにここはマユの世界。でも彼女は本当のバトルをしたことがない。誰かの心を通わすバトルは、勝つチャンスはある。うん、ユキ、クロウリス、もう十分でしょ。遊びは終わりよ。そうね、ヘドが出そうな仲良しごっこを見せつけられるのもいい加減飽きてきたし、あんたたちに完全無欠の絶望をプレゼントしてあげるわ。グロー、レベル5。
教えてくれたんだよ。たまに、ユキに。とっても大切なもの。だからね、マユにも教えてあげてほしい。グロレベル5、マユ竜はね、タマが大好き、ユキが大好き。二人を作ったのはマユ、あなた。今、一つになる。ユキとタマが一つになる。マユになる。ユキの次はマユ。ふざけんな。ダセー名前つけてんじゃねえ。生み出したのだとしたら、こんな出会いじゃなかったら、きっとあなたのことも大好きになってたと思う。私は大好きに、うん、私は誰からも名前を呼ばれなかった。生まれてからずっと一人で、ずっと部屋に閉じ込められたまま、生まれてからずっと一人で、ずっと死ぬまで。マユ、何好き勝手させてるの。こいつらはただの手ごわ。これはあなたが作ったセレクターバトル。早くこいつらをギッタンギッタンにする命令をちょうだい。なぜできないの。ねえ、なんで。あなた自身が不良品だから。違う、マユ！もう呼ばないで、呼ばないで、私の名前を。だってもう、私はどこにもいない。マユはちゃんとここにいるよ。ここに。ずっと覚えてる、あなたのこと。マユはずっと私のここにいる。マユはずっと。この国を呼んで仲良しがおかけ。甘い！クスルコールを発動！うわ！ユズキの新しいアーツ、すごい防御性能！カズキに勧められて、いろいろ試してるんだけどね。でもやっぱ、どのルリグカードも、花代さんよりはしっくりこないんだ。カードに閉じ込められていた、ルリグとなった少女たちは、元の姿へ戻ることができた。セレクターバトル、それはどんなゲームだったんだろう。一人の女の子の憎しみと悲しみから生まれたゲーム。選択肢のどれを選んでも悲しみしか待っていない、壊れたルールのゲーム。だけどそのゲームの中で私たちは見つけた。
思議なもんだね。あの時はここでカードの中からあの子たちを見てたのに。あの時この子たちと友達になれたらって思ったな。今ならなれるのかも。私はいいよ。どうして？あれは悪い夢だったんだと思う。私は忘れる、あの日々のことは。これからは本当の自分で。僕はそうは思わない。え？僕も人へと同じで友達がいなかったんだ。だけど人へとは違って特にそれを気にしてなかった。緑子？人っていうものにね、あまり興味がなかったんだ。きっと分かり合えるはずがないってどこかで諦めてた。でもルリグになって誰かと初めてちゃんとつながってみたいって思えたんだ。確かに本来は目覚めない感情だったのかもしれない。だけどセレクターバトルがあったからこそ誰かの本当の姿に気づけた。ねえ、あんたさ、本当の名前は？ルリグになった時は自分たちで勝手に名乗ってただろ。ああ、市川みどり。ルリグの時と大して変わらないじゃないか。じゃあ君は？うんじょ。え？うんじょ花よ。何それ、僕の方がまだ工夫あるじゃない。じゃあそろそろ行くよ。うん。花よ、またね。あ、また。うん、また。ゲームに参加しなければ知ることのなかった大切なものを見つけた。そして自分で選んだ。これからも私は探し続ける。
一人、闇が私のすべてを削いで奪っていく。何も見えない、聞こえない。残れたのは願いだけ。こんなの最高じゃない。私に手を差し伸べてくる善人たち。その見せかけの優しさを絶望で根こそぎ奪ったなら、私は本当の一人になれる。私は一人に。一人にはさせない。I'm all alone. I am all by myself. Reject. サチ。どうして、あなたがルリグに、だってあなた病院に。私、ずっとずっとルミちゃんに謝りたかった。リクロスの秘密を知ったとき、私迷わず願ったの。ルミちゃんとまた会いたい。謝りたい。ルミちゃんを助けたいって。でも私、なかなか勝てなくて、願いが叶わなくて。いろんな人のルリグになるうちにね、変な感じがした。かわいそうね。どんなにバトルを繰り返しても、あなたはもう帰る場所がないのよ。あなたの体を使っていた子が今、セレクターバトルを苦にして。そんな。すごいよね、タマは。もうサチに戻れなくなった。私の願いまで叶えてくれた。私はずっとルミちゃんと一緒にいる。それが私の願いを叶えることになる。あなたを救うって願い。まただ。また正しい人、綺麗な人が私を助ける。そして助けたくさんにどこかへ行ってしまう。どこにも行かないよ。ここにいる。ここは暗いけれど、寒いけれど、でも二人ならきっと。ルミちゃん、辛いって字はね、一を足したら幸せになるんだよ。君が私の名前を呼ぶ。君が私の名前を呼ぶ。そしてわかること、私はこの世界にいる。だから私はここにいる。そう、この世界のどこかに自分を求めてくれる人がいるから。I'm not afraid to die.
日々